です。今回はね、余ったもんでできる肉じゃがなんですけど、ソーセージで作る悪魔の肉じゃが。その名も、悪魔の肉じゃがです。これね、めちゃくちゃ簡単なんですよ、実は。切って入れて、パンと絵がちゃうみたいなんですよ。ということで、切って入れてパンしていきます。リュウジのバズレシピ。じゃがいも2個大体 300g ぐらいなんですけども、まあ、全部しても構いません。あとニンニクが1かけ、あとソーセージ大体4本で 80g なので4本ぐらい用意してください。これはソーセージの種類によって変わると思います。はい、だから 80g ぐらいですね。はい、用意してください。あと、調味料3つ使います。こちら概要欄に書いておりますので、そちらよろしくお願いします。じゃあやっていくぞ。はい、じゃあ久々の悪魔シリーズですので、やっぱりですね、悪魔をね感じなきゃいけないと思いまして、悪魔っていうワードを理解しなきゃいけないということでですね、今回悪魔の飲み物を用意しましたんで、こちらご覧ください。では皆さん、これが何かお分かりでしょうか。人間が見つけた一番心深い飲み物でございます。それで何人もの人たちの人生が狂ったことでしょうということで飲んでいきます。あー、お前も老人形してやろうか。はい、ということでやってみます。悪魔のイメージが古すぎるんだよね。じゃがいもなんですけども、一回に半分に割るんですよ。はい、半分に割って皮の部分はね、よーく洗うと言えば食べられるんですけど、断面この辺りが緑色になってたら毒素が生まれてますんで、そういう場合は皮むいてください。半分に切っていただいて、はい、これも大丈夫そうですね。これでもちょっと緑色かな、ここら辺若干で、そういうところは緑の部分ね、むいてください。これこっちはね、ちょっとね、むくと、はい、いいですね。はい、あ、ここら辺わかります、緑これがちょっと、変質して、毒素ができている感じなので、これはね、剥いた方がいいです。はい、だから新鮮なじゃがいもだったら大丈夫。だから新じゃがとかね、新じゃがとかは全然皮むかないで大丈夫なんですけども、こういったね、ものであれば、ちょっとね、剥いて、この緑色のところをね、削いでいただければ味して召し上がれますので。で、このじゃがいもはですね、こんな感じで、ね、切っていきますね。はい、まあ、一口大ぐらいな感じですかね。はい、でこっちは皮付きでも大丈夫です。で皮の、この当たりが気になる方は、もう皮全部剥いていただいて構いませんので、僕はできる限り剥かないね、めんどくさいし、あと皮剥くとどうしてもね、容量減っちゃうんですよね。はい、なんで今回剥いたものと剥いてないものを混合でやりたいと思います。これね、僕が開発したやつなんですけど、これめっちゃいいっすから、まあ発売しないんだけど、僕が本当にいいものじゃないとみんなに届けたくないってこねてるからでもこれ本当にいいです。はい、はい、でここに入れちゃいます。で、次ソーセージ。ソーセージはね、こうやってこうスライスしちゃいます。ベーコンとかでも全然いいんですけど、まあ、ソーセージの方が僕は結構、このソーセージのちょっとスパイシーじゃないですか、香りが。だからソーセージの方が好きかな。はい、入れました。はい、で今回悪魔っぽさを演出したいんで、ニンニクね、また肉切った後にお野菜切っちゃいましたけど、まあもう全部加熱しますんでちょっと許してください。はい、でソーセージは加熱してありますので菌持ってませんので、はい、でこれ入れ、これ、芯剥いて、でスライスすると粗みじんになりますから、これね、はい、ここに調味料、焼肉のタレ。僕はね、焼肉のタレをね結構使いますね、レンジ系は。はい、どこのご家庭にもありますね。僕は黄金の味使ってますけども、他の焼肉のタレも大丈夫です。大体ね、塩分濃度一緒だからね。であと僕が使ってるのは3倍濃縮のめんつゆです。でこれ大さじ1半。3倍濃縮じゃなくて2倍濃縮だよっていう方は、もうちょっと多く入れてください。多めにね。はい、で、お酒、タレとこのめんつゆ、これのね、半々めっちゃうまいんで、で、これで酒で水分と旨味を加えていきます。
はい、なんとこれだけ。普通の耐熱容器の方はこうラップしてください。僕ん家のこれは蓋があるんで、なんでラップ貼る必要がありません。これ楽なんで。でここで9分、600ワット9分ですね。9分チンすると、じゃがいもってほら茹でるじゃないですか。茹でると結構時間かかったりするんですけども、なんとレンジだとね、これ9分でもうほっこほこほっこほこになりますんで、なんで僕はじゃがいも調理はね、レンジに頼った方がいいと思います。はい、じゃあ9分間先ほど飲んでいきます。はい、ということでできましたので、開いていきたいと思います。開けこま。これね、持ち手が熱くならないから素手でも持てるんだろうか。いつもの癖でやっちゃいました。はい、おおほほほ、そうです、これうまそうでしょ。で、これね、じゃがいもホクホクになってますから、これね、混ぜてください。混ぜるとじゃがいもの、ね、角がね、削れてね、このちょっとね、このとろみが出てくるんですよ、あの下に溜まったソースに。だから辛みが良くなる。これね、スキレットになってるんで、直火もできるんですよ。まだ見てないけど。で、パセリ。あ、甘い。はい、と悪魔ソーセージ。それじゃあいただきたいと思います。いただいていきます。うわっ、うまっ。やばい、凍り込んで温めただけですよ。芋がホクホク、ニンニクと焼肉のタレとめんつゆ、これが非常にいい感じに絡まって、めっちゃ結構スパイシーなタレで作った肉じゃがって感じですね。ソーセージとじゃがいもってなんでこんな合うんだろうね。ハイボール合うね。おい、これ分かった。バターじゃないですか、このじゃあバターとソーセージみたいな。うーん、ハイボールめっちゃうまいね。バターが入ることによってコクが増すんですね。すこれもっと悪魔ですね。ということで、あっ、やばい。召し上がってください。いただきます。いただきます。早速いただきます。いってらっしゃい。うまい、最高だろ。電子レンジぶち込みだけですよ。やばくないっすか。うん、めちゃめちゃ簡単っすね。マジデビルっすね。デビル、マジデビル。じゃあ、カズやな。うめぇ。変化球のジャーマンポテトと、ね、まあそうですね、最高でした。最高の、ごちそうさまでした。さて、今回の悪魔の肉じゃがいかがでしたでしょうか。これはデビルビーム出ます。切って入れてチンですから、9分でこの味が楽しめますので、ぜひこちらやってみてください。